本日は新婚のヒカキンが文春により二股疑惑を暴露された件について紹介します。1月22日に文春にてヒカキンと交際関係にあったという20代女性 A 子さんが複雑な心境を吐露した。3年間お付き合いして、そこでいろいろ揉めた後に彼から俺たちは付き合うんじゃなくて特別な関係でいようって言いくるめられて、でも私は勝手にまだ付き合っていると思っていたんです。コロナ禍になって会うことはなくなったけど、時々連絡は取り合うし、彼とは曖昧な関係がずっと続いていました。だから彼が元旦に結婚を発表した時はすごくモヤモヤして、私たちの関係はどうなったの？と素直に喜べませんでした。それでも気持ちを抑えて彼におめでとうとメールを送ったら、すぐに返事が来て、彼とは2015年4月に出会いました。きっかけはヒカキンのファンだった私が彼の26歳のバースデーイベントに当選して参加したことです。それ以降、彼が参加するモンストのイベントなどにも行って彼に認知してもらったんです。その後、私がツイッターの DM で猛アタックしたら、実は誰にも返信してないけど A 子ちゃんにだけ返すねと返事が来たんです。その後ヒカキンから LINE の QR コードよかったら教えてもらえると DM が届き、やり取りするとすぐに自宅に呼ばれたという。六本木に住んでるからここまで来れると言われて彼のマンションに行きました。それから何ヶ月間かは体の関係だけだったんですが、少ししてから俺と付き合うかと言われて交際関係に発展しました。 A 子さんは当時19歳。それから3年の間は文字通り幸せな日々が続いた。ところが2018年のある日、ヒカキンの態度が急変する事件が起きたのだという。彼の自宅のインターホンにはカメラがついていて、誰が訪ねてきたか映像で履歴が残るタイプだったんです。ある日、何気なくそのインターホンの映像を見てみたら、フードを深くかぶった女の人がまめに来ていて、この女の人は誰なの？と問い詰めてすごく喧嘩になったんです。彼も途中で開き直って、これはそうだよ、俺はお前以外にもいろんな女と会っているんだからと言われたんです。まさかの二股宣言に戸惑う A 子さん。さらにヒカキンは A 子さんに対し、俺たちは付き合うんじゃなくて特別な関係でいようと言い始めたのだという。彼はずっと特別な関係、彼女じゃなくてと繰り返していました。ただその後も体の関係はあるし、彼の家に行けば家事も任されるし、私は交際が続いていると思っていました。実際その後もしばらくは交際している時と変わらぬ生活が続いたという。彼の自宅で半同棲状態が続いて、飼っている猫ちゃんの世話や家事もしてたし、お前は家政婦だと言われたこともありました。でも彼の兄である清金さんやはじめ社長にも会わせてくれて、彼女だとも紹介してくれていたんです。2019年の私の誕生日も高級ホテルを予約してくれて盛大に祝ってくれました。2020年、世の中がコロナ禍に見舞われた頃、ヒカキンも活動自粛が相次ぎ、 A 子さんも半同棲状態を解消し、感染対策のため神奈川の実家に戻った。当初は毎日のように電話を交わし、ヒカキンもコロナが終わってあったら泣いてしまいそうだなと A 子さんに声をかけることがあったという。しかし翌21年になるとその連絡も途絶え始めた。私からおはようとおやすみの LINE は送っていたんですが、何日かに一通しか返ってこなくなって、自然消滅見たくなっていったのです。ただまだ彼の家には私の荷物が結構残っているし、コロナが明けたらまた会いに行こうと思っていたのも事実です。未だに連絡すると返事はちゃんと返ってくるし、曖昧な関係がずっと続いていたんです。そして2024年1月1日0時、ヒカキンは元旦電撃婚を発表。 A 子さんは驚きを隠せず、その1時間20分後にヒカキンに LINE を送った。結婚おめでとう。その17分後の1時37分にヒカキンから返信が来る。ありがとう、お互い健康気をつけて頑張ろう。 A 子さんがこの時の心境を明かす。私との関係は完全になかったことにするような文面にだんだん腹が立ってきて、何なかったことにしてんだよみたいな。でもモヤモヤした気持ちをぶつけても何かが変わるわけじゃないと思って彼にメッセージを送りました。 A 子さんが1時40分に送った LINE は以下の通りだ。新年早々ごめんなさい、喜べなかったです。自然消滅みたいな感じで距離が空いていって、
この結末で私はずっとモヤモヤしていたので、けど幸せに。その10分後、ヒカキンからは分かってくれてありがとうとメッセージが届いた。A子さんがため息をつく。別に分かったわけじゃないんですけどね。結婚するならせめて私には事前に知らせて、彼の口から私に分からせて欲しかった。彼は特別な関係と言っていたけど、私は本当にまだお付き合いしていると信じていたんですよ。結局彼の言う特別な関係って家事をしてくれたり体の関係だったりと、ただの都合のいい女っていう意味だったのかなと。そう思うと本当に腹が立ってきて。付き合っていた時、彼はお前以降は一般人とは付き合わない、結婚するなら芸能人と絶対すると言っていました。でも蓋を開けたら一般人と結婚しましたって。悲しいです。少子記者は1月19日ヒカキンの携帯電話を鳴らした。わずかワンコールでつながった電話口から声は聞こえず、記者の問いかけに対して1分間ほど沈黙を貫いた。記者が A 子さんの名前を出すと、か細い声で答え始めた。 A 子さんとの関係について伺いたいのですが。はい、結婚された女性と二股だったか。いや、二股ではないですね。そういった証言を得て取材しています。自分なりに誠意を持って日々仕事と恋愛と両立してきたつもりではありまして、自分が思っていることと違う風に何か責任を持つべきことが起きたのであれば、しっかりと丹精込めてやっていかなくてはいけないと思うので、事務所の方に一旦連絡していただけたらと思うのですが、この電話で A 子さんとの関係についてお聞きすることはできませんか。なんとなくどういう方がどういうことをっていうのは、ただかなり前のことではあるので、そこをしっかり誤解のなきよう判断した上で精一杯誠意のある回答ができたらと思います。約10分間話したが、その後は事務所にお願いしますと繰り返すばかりだった。同日、ヒカキンの所属事務所のウームに A 子さんとの交際について質問状を送ったところ、ヒカキンから A 子さんへ次のコメントが寄せられた。まず最初に、ご不快な思いをさせた A 子さんに深くお詫びいたします。当時の僕の至らない振る舞いで傷つけてしまい本当に申し訳ございませんでした。2015年から2018年までお付き合いさせていただき、当時の僕を支えてくださり、僕もその時期を乗り越えることができたので今でもとても感謝しています。それと同時に不快な思いを抱かせてしまったことについて自分が情けないと思っております。このような形で文春様を通しての謝罪となりますが、まずは A 子様ご本人にお伝えさせていただきたく、最初にお詫びさせていただきました。また質問については以下の通り回答が寄せられた。ヒカキンさんは2015年から2018年までの間、A 子さんとお付き合いしていたという証言や証拠を得ておりますが、事実でしょうか。事実です。2015年から2018年頃までお付き合いをさせていただいておりました。 A 子さんとお付き合いしていた2018年、ヒカキンさんの自宅インターホンの録画映像に女性が何度も来ていた履歴が残っていたことがあり、そのことで A 子さんと口論になったと聞いております。その時にヒカキンさんは、お前以外にもいろんな女と会っていると浮気を認めたという証言を得ておりますが、事実でしょうか。当時 A 子さんとお別れしようと私から告げていた時期でした。話がなかなかまとまらず揉め事に近いやり取りが続いておりました。その時期に自宅インターホンには別の女性が来たという履歴が残っており、言い争いになったことは事実です。当時の私の行いで不快にさせてしまい申し訳ありませんでした。ヒカキンさんは2018年以降も A 子さんに対して、彼女じゃなくて特別な関係になろう、お前は家政婦だなどと伝え、交際に類似した関係が続いていたという証言を得ておりますが、事実でしょうか。上述の通り2018年に A 子さんにお別れを告げましたが、話がなかなかまとまらず揉め事に近いやり取りが続いておりました。お別れを告げた後、私の中では交際関係は終わっていた認識なのですが、別れることにご納得いただけない状況が続き、2020年初旬頃まで A 子さんとお会いすることがありました。その後 A 子さんからの LINE に対して返答を行うなどしておりますが、この約4年間は直接お会いしておりません。ここまでの経緯の中で A 子さんの思いに寄り添い回答した内容が違うニュアンスで受け止められているのが質問のようなものかと思いますが、私としては交際や関係を続けるために返信したものではありません。ヒカキンさんは2024年1月1日に30代の一般女性と結婚したことを発表しましたが、 A 子さんの荷物などが未だにヒカキンさんの自宅にあり、 A 子さんとしてはまだお付き合いしている、いわゆる特別な関係が続いていたという認識だったそうです。改めて A 子さんとの関係性についてお伺いさせてください。2018年に A 子さんにお別れを告げましたが、
話がなかなかまとまらず揉め事に近いやり取りが続いておりました。お別れを告げた後、私の中では交際関係は終わっていた認識なのですが、別れることにご納得いただけない状況が続き、2020年初旬頃まで A 子さんとお会いすることがありました。その後、 A 子さんからの LINE に対して返答を行うなどしておりますが、この約4年間は直接お会いしておりません。私としては特別な関係を続けていたという認識はありません。彼女の衣服などの荷物は私の自宅に置きっぱなしでしたが、日も経っていましたので、すでに処分しております。-2018年、ヒカキンさんの自宅インターホンの映像履歴に残っていた女性は、今回結婚した30代一般女性でしょうか。当時からお付き合いをされていたのでしょうか。事実ではなく、妻とはそれ以降に出会っております。妻には連絡が来ていることなど、 A 子さんとの経緯について結婚前の交際時から共有しており、事態は認識しています、と文春がヒカキンの二股疑惑を暴露しました。いかがでしたか。本日はヒカキンの二股疑惑を文春が暴露した件について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。